はい、おはようございます。 SF です。今日はね、俺の車がさ、もう車検で廃車なのよ、今乗ってる車がね。だからまあ困ったなっていうかさ、もう最低でも車の頭金ぐらいは準備しなあかんけどね。まあそういうことの選択肢でね、中古車になってくるのよ、俺の場合はね。その収入的なベースとか経済力とかを考えるとね。そんでね、その車を買うっていう体でね、俺はね、当然ね、新しければ新しいほどいいと思ってる派で、まあ本当は新車をね、もしくは新車じゃなくても、なんていうのかな、新古車っていうかさ、車ってなんか、ものっていうかさ、まあ、旧車とかも好きな人おるしさ、まあ、車の歴史って長いから、現存しとる車で言ったらすごい古い車も、世の中にはね、乗っとる人もおるし、好きな人もおるしね、まあ、おるんやけども、まあ、俺のね、場合はその日常生活で趣味性の方向はさ、低いから、日常の生活の足となってね、移動の足となって壊れんように、安全に走ってくれればいいっていう、その方、タイトルっていうかさ、方向性の前提を置いといてね、車は新しくいい方がいいよっていう話をしようかなっていうかさ、なんでそんな話を突然しようかなっていう風になったかっていうとさ、タンスの中にね、俺もともといろいろ物をね集めるのが好きなんやって。でさ、これタンスの中から引っ張り出してきたんだけど、出てきたっていうか、このビリビリ具合ってわかるかな、石油製品のさ、これロゴなんだけど、ジビロ磐田の T シャツの、このファッションでこういう風になってるんじゃなくて文字がね、このカメラじゃわかるかわかんないけど、この石油系のさ、製品ってさ、ゴムとかシリコンとか、これ多分10年ぐらい前のユニフォームなんじゃないかな。もう10年ぐらい経っとるよな、家に置いてあって、壊れてっちゃうっていうか、劣化してっちゃうのよ、自然劣化っていうかね、酸化するっていうかね。車も同様でさ、俺の車ね、もう買い替えやから車検で廃車なんですけども、鉄がいっぱい使われとるようでね、タイヤを筆頭にゴムの塊っていうかね、それはさ、車っていうさ、この鉄の箱をさ、こう走行性とかさ、振動とかさ、いろんなものがあるじゃん。その鉄っていう硬いもののクッション材が全部ゴムなのよ。だからものすごい大量のね、ゴムとプラスチックが使われとるわけやけど、それは俺に言われんでもみんな知っとるよっていう話やけどさ、それがさ、10年でこの T シャツのようにボロボロになっていくっていうかさ、そんでね、このいい資料がね、家の中から転がっとったもんでさ、この携帯のさ、このラバーゴムっていうのかな、こっち側の大きい、この携帯のね、スマホのゴムをね、話の話題にしようと思って車の中に放り込んどったんやけど、どっか行っちゃってさ、ちょっとこのラバーゴム、こっち側のちぎれたさ、ゴムの こっち側をなくしちゃったもんね。本当にね、資料としてちょっともったいなかったけど、ほら今もパキってわかるかな。このゴム製品ってだいたい紫外線に弱くて、直射日光とかでどんどん劣化してっちゃうんだけど、このちょっとの振動でこうさパキパキってさ、ボロ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 ってこうね、こう分かる、このカメラでこのビリ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 って、バリ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 ってこう割れてっちゃうわけさ。ゴムって本当にバラバラボロボロに、こういう製品っていうかさ、ゴムも、
車の中にいっぱい使われとるわけよ。こんな感じでね、あのゴミになってっちゃうんやけど、自然崩壊っていうかな、このさ T シャツのさ、この石油系の文字もこれこうやってさ、このボロ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 さなってっちゃうのよ。で車ってさ、多分中古屋さん相場で行くと多分10年落ちの車ってすげえ安いと思うんだよね。でその状態がいいのもあるしね、こうさ雨の当たらん、こう車庫のさ紫外線、太陽の光がすごい悪いから、ゴム製品の劣化を進ませるからね、雨風の当たらん車庫の下で置いてあった車と、野ざらしのね、あの青空駐車で止まっとった車とまた劣化の具合って違うんやけどさ、俺はまあ要約すると車は新しければ新しいほどいいね。うん、ただね、俺ぐらい所得が低いと中古車の中からまあもの、そのさ乗りたい車とかみんなあるじゃん、そのかっこいい車とかさ、あの買いたい車とか憧れの車とか、そういう風な選択肢も当然あるんやけども、そこはね、車って趣味性のものも強いから、あの否定はできないんだけども、俺としてはもう車種とか何でもいいわけよ。あの自動車、まあメーカーぐらいはこだわりたいけどね、このブランドっていうかさ、この企業の車をにしたいっていうのは、あの多少はあるけども、あのそれ以前にその車の車種とかね、あれとかっていう以前じゃなくて、年式と、まあ、走行距離とかはね、その当然みんな見るもんでね、車の走行距離はちょっと置いときますけど、車の年式はマジで新しい方がいい。で車ってさ、本当にゴムとプラスチックの部品を何千パーツ、万はいっとらんと思うけど、もしかしたら万いっとるかもしれんね、何千部品パーツ対応しとるもんでさ、こうやってさっきのゴムね、シリコン、こうやってパッキンパッキンボロボロになってちゃうわけよ。だからお金を出してせっかく車を買ったのにね、直すとこばっかで、当然そのメンテナンス費込みで計算に入れとるって人はさ、どんな車を選んでもいいと思うんですけども、これから車をさ、俺みたいに車検で買い替えとかね、車を用意しなあかんっていう人はね、ちょっと車買うだけで頭が痛いんだけどね、お金がなさすぎて。とにかく年式だけは注意した方がいいっていうかね、車ってそのボディの外装パーツにさ、こう覆われとって、わかんないじゃん、どこが傷んどるとか劣化してるとか。まあ当然俺も素人やもんでね、全然知識ないんやけど、一つの車選びのポイントの一つとしてね、こうやって劣化が1ミリも動かしてない状態で保管されとっても10年も経っとると中身がボロボロになっていくっていうかね、自然崩壊してきちゃうわけよ、ゴムとプラスチックって。その辺も考慮してね、メンテナンス自分でできるよとかね、そういう人はすごくお金をかけずに車を直すことができるんでいいんですけど、僕みたいにね、もう買ったらそれ以上は初期投資できんっていう人は、車のね、その当然グレードとかもありますけども、まずは年式にだけはね、ご注意くださいということで、できればね、新車が一番いいですけど、新車は高いんで、車を買うときはできるだけ新しい年式を僕は買うことをおすすめするっていうことでね、外れを引くと大変なことになる、こんな風になるんでね、まあ、そういうことでね、話を終えたいと思います。 SF でした。